こんばんは、ひゅうやです。ドラゴンクエスト、11のプレイをやっていきます。これ、待ってね、作成のシステム設定、ボリューム設定、ちょっとこのくらいにしようかな。もう少し小さくてもいいかな。はい、これでどうかな。ちょっと前回前々回の、動画チェックしたら音量がねちょっと小さくて、せっかくの Siri の、音声は聞こえなかったんで、ちょっと音量チェック、直してですね、まあおお、グーショメロス、なんかさ、はあはあはあ、受けましょう。東側を歩いて赤い本の入った本棚を探す。受けました。まあ前回前々回Siri に喋ってもらったことももう一度ですね、Siri に聞いてみようかなとは思いますが、まあまあまあ。Hey Siri。薬草について教えて。ウェブ検索で英訳についに関する情報が見つかりました。ご覧ください。Hey Siri。薬草について教えて。薬草に関する記事がウィキペディアで見つかりました。お読みしますか。 Yes。薬草、薬用植物とは薬用に用いる植物の総称である。そのままであったり簡単な加工をしたり有効成分を抽出したりするなどして用いられる。草本類だけでなく木元類も含むため学問的な場面ではより厳密な表現の薬用植物の方が用いられることが多い。植物は多種多様な有機化合物を生合成している。ボアギルト、デンプン、イヌリン、脂肪へ、タンパク質、ロウ、免疫、ゴム収集、ゼイル、バルサム収集、トリテルテン、ステロイド、サポニン、カウチュック、タンニン、リグナン、リグミン、ハイトウカラバ、アルカロイド、カルシウム種を分けることができよう。特にアルカロイドは生理活性物質が多いとされている。薬用植物はで用いられており、そのままの状態で使うこと、簡単な加工をすることやエキス剤にすること、有効成分を抽出することなどがある。なるほど。あれだね。全然入ってこない。あれ、これ道具屋だったの。おう。困ったのか。あれ、ちょっと待って、今のところだよねきっと。メアリーっていうぐらいだから猫だと思ってんだけど違うかな。昔ドラクエもリアルになったもんだね。これか。え？お前。チーメだ。お前。え、この子は一体、この子はメアリーじゃないよね。なんかいいね、ありがです。で、メアリーはどこ？あれか。メアリー見っけ。おお、
おお。こう。わーい。それはいいんだけど、東側遠くねえか。城下町仮装も含まれるのかな。ふふふん。ここ宿屋かな。ゴールドか。だって1000単位でしょ。休む。朝まで。値段は一緒。ヘイシリー。宿屋について教えて。ウィキペディアで安の情報が見つかりました。お読みしますか。Yes。 ヤスは日本のお笑い芸人、コンビ戦のツッコミ担当、本名、愛義生、宮崎県小湯郡高鍋町出身、朝市滝所属、国際武道団、医学中隊。うん、まあその情報は特に今いらなかったかな。そうじゃなくて、宿屋。ヘイシリー、宿屋について教えて。宿泊施設に関する記事がウィキペディアで見つかりました。お読みしますか。 Yes。 読んで。宿泊施設とは、人間が泊まるための設備を備え、寝具を提供する施設を言う。シンプルだな。まあでもシンプルだけどさ、本当いつになくシリがこうまともだ。まあいいや。ヘイシリー。はい、なんでしょう。スライムについて教えて。ヘイシリー、スライムって何？ウィキペディアでスライムの情報が見つかりました。お読みしますか？ Yes。 スライムは本来あるための性状を持った物質を大雑把に指す言葉であった。したがって粘土や泥などの無機物から生物の分泌する粘液などの有機物、またそれらの複合体など実に様々なものがスライムと呼ばれる。ここでは人工的に作られバンクや教材として使われているスライムを紹介する。なるほどね。ヘイシリー、タイマーセットして。20分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい。スライムとかズッキーニとかいろいろこう調べてもらったんだけどね。ヘイシリー、ヘイシリー、ドラゴンクエストについて教えて。ウィキペディアでドラゴンクエストに関する項目が見つかりました。お読みしますか。 Yes。 ドラゴンクエストは
1986年5月27日にエニックスより発売されたファミリーコンピュータ用ロールプレイングゲーム、通称はドラゴンクエスト I。 日本では同年内に MSX にも移植された、うん、その後リメイク版としてスーパーファミコン用ソフトドラゴンクエスト I、 ゲームボーイ用ソフトゲームボーイドラゴンクエスト I に収録されている。2000年代以降にはフィーチャーフォン用アプリ、スマートフォンアプリとしての配信も行われるようになった。2011年9月15日に発売された Wii 用ゲームソフトドラゴンクエスト25周年記念ファミコン&スーパーファミコンドラゴンクエスト IEII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 
年5月にネスでドラゴンウォーリアとして任天堂から発売され、ドラゴンウォーリアーやドラゴンウォーリアーが収録されている。以降特記がない限りはオリジナルのファミリーコンピュータ版について述べる。うん、僕最初こうやったドラゴンクエストって、ドラゴンクエスト1で、北米版なんですけども、北米版はね、そのもう販売にあたってさ、あ、すげえ、もうなんかすごいリメイクされてて、リメイク、簡単に言うとさ、あ、ちょっと待って、なんかイベントが進んでしまった。あら、あら、まあそうやな、簡単に普通王様とは会えないかな。はいはいはい、これまたお話の続き、途中で王様と話が始まっちゃうやつ。まあちょっとそういうの見てから話そう。あ、かっこいい。え、ちょっとかっこいいぞ、シダの俺が。え、かっこいいぞ。なんだろう、軽く、おう、軽くフォーオーナー、マジか、知りません。これな、ドラゴンエイジの方でなんか罪人扱いされたやつな。いいな、ドラクエは平和で。この人がホムロスなんだ。え、村の存在が知られてないの？え、大丈夫？滅ぼさない？まさかそういうやつじゃない？やめてや、そういうの。
え、どういうこと、え、どういうこと、どういうこと、不穏だよ。おお、なかなか不穏な。どういうこと？エルダーズスクロール的な方面。これ称号って勝手に変わるの？開かないよね、そりゃな。そう？あれ？いや、まあね。何もしてないよ、実際。それができんのにやらなかったの、今まで。そして意外とあっさり出れるやつ。出れるね。予言って、まあそうですよね。何、え、お前どこにいるの？こっち？そもそも鍵なんか必要なかったの？おお。今までのやつは？なんかちょっといつになくダークな感じ。
そういう運命なのね、都合とかじゃなくてね。いいね、なんか。薬草。ヘイシリー。松明について教えて。Yes. 松明は光源や照明として使うために手でも出るようにした火のついた木切れなどである。通常長い棒や竿などを束ねたものの突端に枯れ草や松ヤニなど燃えやすいものに浸したもの切れを巻きつけたものである。西洋の城や教会など石造りの建物や地下室では電気のない時代、廊下や部屋に明かりを投げかけるために壁の高いところに腕火で突き出させた食材に松明を刺すこともあった。松明を使って夜を照らしたり神聖な火を呼ぶという神事や火祭りは世界各国に見られる。また夏などに松明で田畑の上を飛ぶ害虫を焼く虫送り、虫追いなども行われていたが、これも土地に農作業から火祭りへと取り入れられ、火祭りに五穀豊穣、火のぞけ、虫よけなどの意味が付される場合もある。日本語の松明の語源は滝松や手火松など諸説ある。ほう、今の大丈夫だったの？さっきから結構アウトだと思うんだけど。簡単に言うても、ね、真似しようと。打たれ際だな。何？来たね、来たね、来たね。ちょっと多すぎない？そんな弱く作っていくらなんだろう。振り切れたの？他の兵士たちどこ行ったの？こっちは無理だね。Thank you.
はい。あ、とりあえず大丈夫です、大丈夫です。はいはい。では、今回ここまでにしましょうか。次ですね、ドラクエ1、まあドラクエ、ドラゴンウォリアーですね、北米版のやつについてちょっとお話ししていきたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。ヒューエでした。バイバイ。